持ってない。昼間はリンゴを持ってきました。リンゴ、リンゴでしょ。決めますね。そう、リンゴ好きだ。
まれてるんで、まあ、ね、貴重な動物になるんで、お客さんから、レッサーパンダ可愛いんで、飼えそうだねって、ね、家で飼えたら飼ってみようみたいなことを言ってるお客さんいるんですけど、決して飼うことはできないんで、あの小取引も全く一切禁止されてる動物で、でレッドブルの中なんで、まあ、放っておいたらもう確実に将来絶滅するであろうって言われてる動物で、だから日本の動物園、あのどこの動物園も結構レッサーパンダいますけど、あの日本の動物園レッサーパンダ大国なんで、あの繁殖させて、今だいたい2000年代ぐらいからもう250頭、日本国内で250頭前後維持してます。でそれ以上増やそうにもちょっともう手狭になってる。やっぱ各沿岸さんいろいろな事情もあると思うんですけど、部屋が足りなかったりとか、うちもあの6頭ぐらい、今6頭でせいぜい7頭ぐらいが限界かなって思われるんで、だから隣の西山動物園さんはレッサーパンダ力入れてるんで、今14頭いるって話なんで、あそこはレッサーパンダ多いです。で今はそうやって絶滅させないように、うん、まあ、日本の動物園と、あと最近ではちょっと血縁関係もだんだん近くなってきているんで、今新しい血の導入なんです。でこの間、ちょっとレッサーパンダの会議あっていろいろ話聞いてきたら、今今年ぐらいからあの韓国とか台湾とかあと東南アジアの動物園と連携して、お互いにレッサーパンダを日本国内から輸出したりとか、で向こうにいる子たちの新しい血をこっちに入れたりとかして、新しい血の導入が今始まってるんで、血が濃くならない、遺伝子的にも近くならないように、今いろいろとレッサーパンダの種別調整頑張ってるところですね。まあ、うちももし行政があったら、もしかしたらひなたをもしかしたら海外のどこかの動物園にやってくれないかみたいなこと言われたら、いろいろ検討して出す可能性もあります。今まだそんな対象になってないけど、でも対象に選ばれてもおかしくないんで、もしかしたらひなたの新しいお嫁さんが、その子供たちが別の動物園に来てもあげるかもしれないです。でレッサーパンダで、まあ、ちょっと難しい話してもつまんないから、レッサーパンダで最初にパンダって呼ばれている動物がこのレッサーパンダです。で、後からになってあのジャイアントパンダで使ってるんで、元祖パンダこっちに刺して、で2つともあのパンダパンダって呼ばれてたけど、あのややこしいんで、レッサーパンダ、小さいパンダと大きいパンダ、ジャイアントパンダっていう名前分けされてます。ただあの動物学的に見ると全く姿形が全く違いますよね。一応まあちょっと昔までは、今はこの子たちレッサーパンダかっていうのを独立した存在になってます。昔はアライグマからした、アライグマに近いパンダがパンダだって言われて、ジャイアントパンダはクマに近いパンダです。ただあのパンダって名前が発見された当時、あのニガラポーニャって現地で呼ばれて、意味が竹を食べる動物っていう意味だったそうで、そのポーニャって部分がどうもパンダっていう名前に変わったんじゃないかって言われてます。だからこの子たち小さくて竹を食べる動物っていう意味なんです。だからあのパンダ、同じジャイアントパンダとあの共通で竹の子とか竹とか食べたりしますけど、まあ、この子たちジャイアントパンダってこんな太い枝の部分だから食べないです。あの葉っぱだけ食べます。ジャイアントパンダ結構映像とかでも見ると硬い枝とかガリガリと弾いてますけども、そこまで強靭な穴は少ないんで葉っぱだけ食べて、この前まではあの美化センター燃えるゴミとしてあの燃える焼却炉に持ってたりしてたんですけど、もったいないんで、これゾウのサギ、夕方1日分の食べなかった分とか枝、ゾウのサギに人持ってにして与えて夕方にあげてます。店内でリサイクルしてて無駄にしないようにしてます。あとね、レッサーパンダ、まあ、ちょっとここの左側にあのレッサーパンダの木ってありますけど、ジャイアントパンダとレッサーパンダだけの特徴もあって、今アヤメもそうですけど、マリーなんか片手で物をつかめる特徴があります。足見ると普通にクマとか、まあ、犬みたいな足してるのに、あの犬とか片手で物をこう掴むってことしてませんよね。猫もそれで、あの6本目の指って呼んでる、シュシュコツって呼んでる、出っ張りがある。まあ僕らで言うとここの手首のここら辺にあるらしいんですけど、まあ、そこのパネル見ればあの骨格 の, その前足のあの写真あるんで、また見てみてください。あの出っ張った部分があるんで、こんな風に親指代わりになってるんです。こういうこんな感じになってて、で指もこう器用に曲がるんで、こんな感じで持ってるんです。サルとかと同じような親指が代わりになる手指骨があるんで、だからこの手指骨あるのがジャイアントパンダとレッサーパンダだけの特徴なんで、
この片手で物を掴むというのもパンダの特徴なので、また覚えておいてください。はい、じゃあ、あやめは自分の壁を割って、食いで上がってる人なんで、お互いに余ってるリンゴを食べ始めたんで、次、あのサンとケナさんもリンゴ待ってるんで、ガイドこれで終了して、あとはあっちの2頭に餌やりだけ入ります。はい、じゃあ、レシピはどうも、どうもありがとうございました。